チョンショーの開幕です。じゃあ、よくモンペを押さえて可愛く気回しましたね。はい、拍手お願いします。はい、お願いします。はい、私の着ているモンペは、猫がすごいたくさん寝てる柄なんで、ちょっと猫らしく
着ようと思ってチョーカーをつけてちょっと首輪みたいな感じで、ね、しました。それと上でキュッて腰をキュッてやって足が長くなるように見えるように 着こなしました。はい、はい、私はあの舌がちょっと迷彩柄っぽいので、あのちょっとかっこよく上をこのダンスっぽい感じの服にしたので、あちょっとかっこよく着こなしました。私は舌が派手めで大きいお花がたくさんついてるんですけど、なので上は抑え目でシンプルなニットを着て、下はスニーカーで動きやすくいろんな運動ができやすそうな服にしてみました。はい、私はモンペがさくらんぼの柄なんで、可愛いなって思って、なんか可愛らしいイメージにして、あと耳にさくらんぼをつけてきました。はい、靴下の色とかもちゃんとなんか合わせていい感じにしてきました。はい、私はですね、今年の秋が結構ブラウン系がトレンドなので、ブラウン系でちょっと抑えめにして、この下のモンペの赤が入るようにしました。はい、ありがとうございます。なんかね、皆さんのこだわりと、ね、ファッションポイントが伝わってきました。まあ、それではこのモンペを着て着心地なんてどうでしょうか。またその着心地についても一人ずつ聞いていきたいと思います。ではお願いします。はい、私たち普段すごい腰回りがキュッとした衣装とかをたくさん着たり、ファスナーで後ろをガッて締めた衣装をたくさん着てるんですけど、モンペはちょっとこの懐がすごいゆるゆるのゴムになってて、すごく楽で動きやすいです。はい、私はですね、モンペって結構なんか寝巻きみたいなイメージがあるんですけども、結構なんかそう気持ちもなんか緩む感じで、でもなんかこの後衣装着るんですけど、ちょっとこの後衣装着れないなっていうぐらいめちゃめちゃ楽です。はい、とっても足が動きやすいです。なんかゆとりもあっていいなって思います。すごい動きやすくて、いろんな運動とかウォーキングとかいろんな運動ができそうな感じです。いつも衣装で短いスカートとか履くと思うんですけど、これだと長いのでとっても冬でも暖かくて動きやすくてとっても良いとってもいいです。はい、結構ゆとりがあるので中に空間ができてきちっとしなくてすごい過ごしやすく履けるなって思います。本当にいつもはなんかすごいキュッて締まるんですよ。もうお尻の辺とかもすごい締まるんですけど、今回はもうゆるゆるで、もう今ならもうサッカーとかバスケとかもめっちゃできちゃうくらいの、本当にめっちゃ着心地がめっちゃいいです。本当にめっちゃいいです。いただきました。ありがとうございます。本当に私もね、同じくモンペを着てるんですけれど、すごく動きやすいですし着てて楽ですよね。はい、スタートちゃんも本当に可愛いモンペをね上手に着こなしてくれていますけれども、この私たちが履いているモンペはですね、皆さんの後方にありますコーライフの編集部さんで販売をしております。ぜひ、私も欲しいな、僕もちょっと部屋着にいいかも、スタートちゃんとお揃いがいいかもなんて思った方はね、ぜひこの後、はい、チェックしてみてください。それではスタートの皆さん、とりあえずこのステージはありがとうございました。大きな拍手をお願いします。この後引き続きスタートのライブとなりますので、皆さんどうぞお楽しみに。それでは皆さん準備の方よろしくお願いします。見えないよ。